ただいまから知事年頭記者会見を始めます。はじめに知事から年頭の挨拶があります。福島県民の皆さんに謹んで新年のご挨拶を申し上げます。2度目の県政を担わせていただくこととなり、新たな気持ちで新年を迎えております。選挙期間中に県民の皆さんからいただいた叱咤激励の一つ一つを改めて思い起こし、夢と希望、笑顔に満ち溢れた新生福島の実現に向けて引き続き全身全霊で取り組んでいく、そのような思いを強くいたしております。昨年は天皇皇后両陛下のご臨席を賜った全国植樹祭の開催をはじめ、 J ビレッジの再スタート、東京電力による福島第二原発の廃炉方針の表明など、これまでの取り組みが一つ一つ成果となって現れ、福島の復興創生が新たなステージを迎えたことが実感される出来事が数多くありました。また復興創生を加速する道路網の整備進展、全日本合唱コンクール全国大会における中学校高校6団体の金賞受賞をはじめとする若者たちの目覚ましい活躍、日本酒など県産品の国内外での高い評価、若い世代を中心とした本県への移住世帯数の増加など、県内各地で明るい光が一層の輝きを見せてまいりました。一方で避難地域の復興再生、廃炉汚染水対策、根強い風評との急速に進む風化、さらには人口減少問題との戦いなど、福島県は未だ様々な重い課題を抱えております。今年は福島の復興と地方創生という難しい課題に対し、福島を応援してくださるすべての方々との共同の輪を広げながら、これまでの挑戦を進化させ、より大きな復興創生へのうねりを作り出していけるよう全力で取り組んでまいります。以下県政の重要課題に沿って新年の主な施策についての考え方をお話をしてまいります。まずはじめに原子力災害からの復興再生についてであります。震災と原発事故から間もなく8年が経とうとしております。しかし未だに避難指示が解除されない地域があり、また解除された地域においても日々新たな課題に直面しております。避難地域の復興再生は県政の最優先課題であり、引き続き被災された皆さんの生活なりわい再建をはじめ、ふるさとで安心して生活できる環境の整備など広域的な課題解決に向けきめ細かい取り組みを進めてまいります。特定復興再生拠点区域につきましても、基幹環境の整備を着実に進めるため、地元自治体や国と連携をしながら取り組んでまいります。また、福島イノベーションコースト構想に、地元企業等の幅広い参加をいただきながら、廃炉技術やロボット再生可能エネルギー関連産業の集積、農林水産業の再生を図るなど、大胆な施策を展開することにより、住民の暮らしを支えるさまざまな雇用を生み出し、避難地域の復興をさらに前進させてまいります。残り2年余りとなった復興創生期間の間に、復興事業をできる限り前へ進めるとともに、復興創生期間後においても、切れ目なく安心感を持って取り組める
体制や十分な財源の確保に力を尽くしてまいります。環境回復につきましては、来年度の中間貯蔵施設事業において、身近な場所から仮置き場をなくしつつ、2021年度までに帰還困難区域を除き、県内除去土壌等のおおむねの搬入完了を目指す方針が国から示されました。引き続き特定廃棄物の埋め立て処分事業も含め、輸送や施設整備が安全確実に実施されるよう、立地庁とも連携をしながら広域自治体としての役割を果たしてまいります。また廃炉汚染水対策が安全かつ着実に進むことが本県復興の大前提となります。引き続き国東京電力の取り組みをしっかりと監視するとともに、あらゆるリスクを想定した確実な作業や、トリチウムを含む処理水の取り扱いへの丁寧かつ慎重な対応、東京電力福島第二原発廃炉の正式決定などについて、国および東京電力に対し強く求めてまいります。風評風化対策につきましては、熱意を持って挑戦を続ける私たちと、福島に思いを寄せてくださる方との共同を深化させ、共感の輪を広げていくことが重要であります。引き続きモニタリング検査などの安全対策をしっかりと行い、その情報を正確に発信をする守りの対策と、品質の高さ、美味しさ、魅力を国内外に発信する攻めの対策を、創意工夫を重ねながら進めてまいります。トップセールスも積極的に行いながら、本県を応援していただける県内外の企業、団体などの方々との共同により、より大きな効果を得られるよう、今月の香港訪問をはじめとした情報発信の強化、県産品の販路拡大、そして本県が誇る食の魅力発信とインバウンド誘客を融合させた新たな観光誘客などに取り組んでまいります。2020年東京オリンピック・パラリンピックにつきましては、開幕まで残すところ600日を切り、大会開催に向けた準備がさらに本格化してまいります。復興五輪として、これまで世界中の方々からいただいたご支援に対する感謝の思いと、本県の復興が着実に進んでいる姿を国内外に発信する絶好の機会であり、関係団体と連携をしながらしっかりと準備を進めてまいります。次に産業政策についてであります。復興と地方創生を前に進め、将来にわたって活力に満ちた福島を築いていくためには、経済や産業の力強い再生、そして新たな産業の創出・集積を進めていく必要があります。このため福島イノベーションコースト構想で生み出された活力を全県へ波及させるなど、積極的な施策を展開するとともに、商工業の振興につきましては、引き続き中小企業等へのきめ細かな経営支援をはじめ、優れた技術やノウハウを持つ地域産業の事業承継や人材の確保・育成にも積極的に取り組んでまいります。また、再生可能エネルギー、医療、ロボット、航空宇宙など、福島の未来を開く新産業の創出を加速させてまいります。農林水産業につきましては、先進技術を活用した効率的な大規模水田農業や園芸品目の生産拡大など、次世代につなげる農業経営を支援するほか、
認証ギャップ取得支援等の取り組みを通して、県産農林水産物への信頼の確保と生産体質強化を推進します。また今年開設される福島大学食農学類と連携をし、本県農林水産業の再生と成長産業化に向け、地域課題を解決する講座の運営支援や共同研究、人材育成などの相互協力に取り組んでまいります。次に人口減少対策についてであります。全国の中でも本県は人口減少の幅が大きく厳しい状況にあります。人口は地域の活力に直結することから、地域の特色を生かしながら安心して安定的な生活ができる地域社会を作っていかなければなりません。このため産業政策の取り組み等を通じ、魅力ある安定した雇用を生み出すとともに、若者の定着還流を促すため、市町村や関係団体と連携し、定住、日域居住をさらに推進してまいります。また、少子化対策につきましては、男性の育児参加など、子育て世代が働きやすい職場環境づくりに積極的な企業の取り組みへの支援や、ワークライフバランスの充実を図るほか、多様な保育ニーズへの対応や保育人材の確保・育成への支援など、安心して結婚・出産・子育てができる環境づくりをしっかりと進めてまいります。次に子ども・若者の育成についてであります。子どもたちが健やかにたくましく成長し、夢に向かって挑戦できる福島県を築いていくことが大切です。このためこの春の双葉未来学園中学校の開校をはじめ、教育環境を一層充実させていくとともに、本物で学べる福島づくりを基本に、未来創造型の復興教育に取り組み、さらなる学力の向上はもとより、地域への誇りやチャレンジ精神を育むなど、県全体で子ども・若者の育成を進めてまいります。県民の健康づくりの推進につきましては、健康指標の多くの項目において改善が見られているものの、依然として厳しい状況にあります。このため食・運動・社会参加、この三本柱を県民運動の浸透を図るとともに、専門性の高い団体等と共同して、全国に誇れる健康長寿県の実現に向けた新たな推進組織を立ち上げ、県民の健康増進に積極的に取り組んでまいります。また医療・福祉・介護を担う人材確保につきましても、引き続き人材育成や就学資金貸与制度による県内定着の促進など、総合的な対策を進めてまいります。公共インフラにつきましては、交流人口の拡大による地域活性化に加え、災害に強い県土づくりの視点も取り入れ、浜・中・会津のバランスが取れた交通網の整備や公共施設等の耐震化・超寿命化に取り組むほか、建設業の人材確保や技術力の強化等を支援してまいります。また JR 常磐線・只見線の早期復旧に向け、引き続き国および JR 東日本と連携するとともに、今年開業予定の常磐線 J ビレッジ駅を活用したにぎわい創出や、只見線の利用促進を通じた奥会津の魅力発信、さらには台湾定期チャーター便が新たに通年運行される福島空港のさらなる利活用の促進に、市町村や関係団体の皆さんとともに
取り組んでまいります。以上、新年の県政運営に関し初心の一端を申し上げました。これからも現場主義を自分の真ん中に置き、県内はもとより国内外に積極的に足を運び、多くの方々の思いをしっかりと受け止めながら、福島が抱えるさまざまな課題に果敢にチャレンジを続け、県民の皆さんにさらに復興創生を実感をしていただき、笑顔になっていただけるよう全力を尽くしてまいります。皆さんの一層のご支援とご協力をお願い申し上げまして、新年のご挨拶といたします。それではご質問を受けします。ご質問のある方は挙手をお願いします。またご質問の際は社名とお名前を書いてください。ご質問ございますか。民有新聞、水野と申します。はい、知事、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。年末年始とですね、スポーツで明るい話題がございました。昨日もですね、尚志高校が、前橋育英に、大活躍を見せられました。でそのことに関して何か知事からメッセージがございましたら、はい、よろしくお願いします。福島県代表の尚志高等学校のベスト8進出おめでとうございます。震災と原発事故直後の大会で4強入りを果たした尚志高校にとって7年ぶりとなる快挙であります。選手の皆さんの力強くひたむきなプレーに県民一同大きな感動と興奮を覚えています。第一試合は鹿児島の神村学園、 PK 戦で競り勝ちました。試合の終盤にゴールキーパーを入れ替え、そのキーパーがファインセーブをする中で PK に競り勝った素晴らしい戦いでありました。第2試合は福岡の東福岡高校、こちらは前回大会初戦で尚志高校は0対3で敗れた相手であります。その相手に対して2対0と快勝を果たしました。そして3回戦は群馬県の前橋育英高校、前回大会の優勝高校、まさに強豪中の強豪であります。この高校相手に2対1でまた堂々と勝った。本当にこの3回の戦いは素晴らしい戦いぶりでありました。こういった快進撃が続くこの理由、これを監督が述べられました。 J ビレッジ、ここで事前に練習をできたことがいい結果につながっていると。監督の言葉によりますと、 J ビレッジは自分たちの原点といえる場所、 J ビレッジの復活も含め福島が元気なんだぞ、そういうサッカーを見せたいと思ってやってきた。そして大川キャプテンはこう言われました。 J ビレッジのいい天然芝で練習させてもらい気持ちが高まった。県の代表として全国制覇をして福島をサッカーで盛り上げたい。監督や選手たちのこういった気持ち、また昨年の J ビレッジの再生が尚志高校の快進撃の後押しにつながっていることを本当に嬉しく思います。明日の準々決勝でも持てる力を存分に発揮をして、チーム一丸となった熱いプレーで勝利をされることを大いに期待をしております。またこうした高校サッカーをはじめ、ラグビーや箱根駅伝など本県の若者たちが躍動する中でこの新年を迎えることができました。県民に勇気、感動、そして元気を届けていただいた選手の皆さんにありがとう、その思いをお届けしたいと思います。じゃあ明けましておめでとうございます。おめでとうございます。こっちもよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今その中に人口減少対策というのがありましたが、はい、年末の30日にですね、知事、予算をつけられた、大同窓会というのをですね、
各県やってはいるんですけれども、やられてみていかがでしたというご感想を聞かせていただければと思います。12月30日、まさに年の瀬を迎える中、300人を超える若者が県内外からこの30歳の大同窓会福島ゼロ次会に集まっていただきました。私自身ステージから彼らに語りかけ、また実際に会場の中に入っていって若者たちと交流することができました。本当に素晴らしいメンバーでした。20代から30代までの若い人たちが福島県に対する郷土愛、ふるさとが大好きだという思いを持ち、またお互いに交流を重ねながら積極的に福島県が元気になるように何かをやりたい、そういう思いを持っていただいていることに私自身がむしろ力をいただきました。3時間という長いイベントでありましたが、最初から最後まで若者たちが積極的に参加をして盛り上げていただいた、このことがまた今年の復興創生にもつながると思います。今年はイノシシ年、福島県まだまだ難しい課題抱えていますが、まっすぐ駆け抜けて県民の皆さんが復興創生、今年1年も進んだな、そう実感していただけるように全力を尽くしてまいります。ありがとうございました。他にございますか。家屋新報の金です。はい、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。お願いします。よろしくお願いします。先ほどですね、知事、今年の課題という中にですね、風化というのをおっしゃってましたけれども、まあ、基本的にその風評の問題というのは非常に言われている中でですね、こう忘れられてしまって、今それが課題になっているという部分で、知事がこうお考えになっている部分というのはどういう部分があるのかというのを教えてもらえればということがまず1点とですね、もう1点、その健康指標の問題の中に、新たに推進組織を立ち上げるというようなお話されてましたけれども、これは県庁内に設けるのか、あるいはそういう外郭的なものを設けるのか、NPO なのか、その辺の部分をお話しいただければと思うんです。まず風化の問題についてであります。8年近くが経過をする中で、風化、県内でも県外でも進んでいる。これが現実かと思います。まず県内について一つ大事な事例を取り上げますと、中間貯蔵施設の問題があります。震災原発事故直後は浜通り、中通り、会津、それぞれが原発事故によって環境への影響を受け、除染という作業が大きく進みました。そしてそれによって発生したフレコンパックの塊が自分の家の庭であったり、学校の校庭であったり、各地に置かれていた。でそれが今中間貯蔵施設への搬入が進むことによって目の前、身の回りからなくなっている。これは前進だとは思います。ただ一方でそれは例えば双葉町であったり大熊町の中間貯蔵施設に移っているというだけのことであって、これが消えているわけではありません。やはり県内の皆さんがこういった立地地域に対する思いというものを持ちながら、お互いにやはり助け合っていくこと、これが重要だと思います。やはり私たち自身がまず風化をしてはいけないものというものをきちっと伝えていくことも県の一つの役割かと思います。そして県外の風化、これで一つ大切なことは、やはり東京の方々、特に政府であったり国会議員の皆さんに対して風化があってはならないということをより強く訴えていかなければいけないと思います。復興創生期間は2年余りを残すこととなりました。まずこの2年余りの間にやるべきことは全部やる、しっかりと結果を出す、これを国に対して強く求めていく。当然そこに風化があってはなりません。また併せて復興創生期間後の制度財源をはじめ、福島の復興再生というものは非常に時間がかかる長い戦いなんだ、これを改めて胸に刻んでいただき、風化することなく復興創生期間後の取り組みを国が前面に立って責任を持ってやっていただく、こういったことを訴えていきたいと考えております。また後半の質問、健康の問題についてであります。新たな推進組織はやはり
県内のさまざまな団体、機関、そういう方々とともに作り上げる組織であります。NPO 等の組織ではありませんが、やはり本当に多くの組織団体が自らのこと、我がこととして参画をしていただく、そういう推進組織を作って実際に一つ一つの活動を行える、そういう組織をぜひ作っていきたいと思います。やはり県民の健康指標、若干は良くなっていますが、やはり全体として見ると全国的に見て厳しい状況にあること、何ら変わりがありません。この危機意識をこの推進組織の皆さんと共有をして、今日からできること、早速何ができるか議論をして、また一つ一つ実行に移して、県民の皆さんが心身ともに健康である一年、そしてまた来年再来年を作り上げること、これが推進組織の大切な目的でございます。他にございますか。おめでとうございます。おめでとうございます。福島テレビの井上と申します。先ほどの年頭の挨拶の中で、昨年はイノベーション、リノベーション、コラボレーションという言葉を確か話されたと思うんですけど、今年ちょっと聞き慣れないレゾリューションですか、という言葉を入れたとかと思うんですけど、この入れた意味合いについて改めて教えてください。はい、先ほど職員への訓示において進化と決意という言葉をそれぞれ英語で表現しました。昨年の言葉も全部3つともですね、ションで終わる言葉ですので、それにかけたというところもございますが、やはり私が訴えたかったのは2期目の内堀県政ということになります。やはりこれまでの1期目も当然挑戦は続けてきておりますが、その挑戦を進化させていくこと、これが重要なんだということをまず訴えたかった。そしてもう一つは、先ほど風化の話もあったんですが、震災から7年、8年、こういって時間が経過していくとともに、我々自身の福島の復興を何としても成し遂げる、その強い決意がともすると一部薄れてしまう嫌いがある、そういうことがないように県庁全体で一丸となって取り組もう、そういう思いで決意という言葉を使わせていただきました。やはり今年1年、大事な1年となります。進化と決意、この言葉を私知事自身はもちろんですが、県庁職員全体で共有しながら、目の前にある一つ一つの仕事にしっかり向き合い、結果を出していきたいと考えております。最後に質問をお聞きしたいと思います。朝日新聞の石塚です。はい、今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。先ほどから出た J ビレッジ聖火リレーについてちょっと伺いたいんですけれども、昨年に続いてですね、今年もその世界から注目される聖火リレーのルート案について調整を進めていくことになると思いますが、昨年 の、 その実行委員会の後に各報道機関でですね、その福島のスタート、全体 の、 そのグランドスタート地点について J ビレッジという報道が相次いでこうされているのも知事もご覧になったと思いますが、まずその報道についてではどう思われたのかをお聞かせください。でもう1点がですね、このルートの概要案について、その実行案の、実行委員会の後にですね、その他の都道府県と同じ対応をするという理由で、その地域名とかですね、その何市町村通るとか、そういう具体的な言及はされて来られなかったと思いますが、その福島の実行委員会の後の他県の様子を見ていると、例えば富山県では1日目に射水市より西の6市を回るとかですね、そういった言及がされている都道府県が結構多くあるように見受けられるんですが、県民から非常に高いこの聖火リレーについて、その福島ではそうしたその具体的な言及が一切ないということの理由をお聞きしたいです。よろしくお願いします。先月聖火リレーに関する第3回の実行委員会を開催をし、県内7方部津波被災地および原発事故による避難地域、オリンピックゆかりの市町村など通過対象となる市町村の考え方に基づき、県内のルート概要案を取りまとめました。こういった報道があったということを承知しております。グランドスタートを含め具体的なルートについては IOC が承認をし、
来年夏ごろに組織委員会が発表されることとなっております。具体的なルートについて、組織委員会からも協議内容も含め情報管理を徹底するよう強く求められているところでございます。以上であります。次者の本年もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。先ほどの冒頭のご説明の中で風評風化対策の下りでですね、新たな観光誘客対策をお勧めになるということ、具体的にもう少しイメージお持ちであればお伺いしたかったんですが、新年度予算の案件ですので、ちょっと具体的にはしゃべりづらいところはございますが、やはり今ですね、例えば風評風化の関係で国内ももちろん大事です。これはこれでやっていくんですが、インバウンド、国内から来られるお客様、この方々に対してどう福島ならではのものをアピールするかということが問われていると思います。ご承知の通り、震災前水準を超えてかなり一昨年伸びた、そして昨年もおかげさまで伸びている。この勢いを継続をし、さらに拡大していくためには、福島の食の魅力、農林水産物、あるいは6次化産品も含めですが、福島のものを食べたらおいしいと笑顔になっていただくこと、これが重要だと思っております。でそのために、この食と観光をやはり融合した施策というものを、新年度ぜひ県として取り組んでいきたいと考えておりまして、現在予算を具体的に検討を進めているところでございます。こういった取り組みを行う中で、まず福島の魅力の発信と合わせ、やはり食における風評の問題、国内外問わず依然根強くありますので、その風評払拭にもしっかりつなげていきたいと考えております。総代以上で知事年頭記者会見を終了します。ありがとうございました。ありがとうございました。